今日は姉に来てもらいました。これほんまになんか企画で持ってきたとかじゃなくて、もうガチで並んでることなんで、でも私一人でここに打つってどうしよう言ってもあれやから、姉に相談して、うん、みんなにも聞いてほしくて、私の悩みをみんなに悩んでほしいみたいな、うん、なんか私の動画をちゃんと全部見てくれてる人ってわかると思うんですけど、この前卒業した時の動画にも話した通りのその某男の子の話をしたって、うん、見ました見ました。あらすじをじゃんと言うと、大学3年間ずっと好きやった男の子がいて、親友みたいに仲良かったのに、3回生の秋にまあちょっと喧嘩して、うん、なんか絶縁関係みたいな感じになって、で4年生はもう一切連絡何も取らずにそのまま過ぎていって、うん、でこの前、まあ、ついに卒業式の時に話すことができましたっていうので、そこまでで話が止まってるんですけど、なんかその後の話みたいな感じで今日は話したいんですけど、え、なんでちなみにギスギスしちゃったんだっけ。めっちゃしょうもないんですけど、人ってなんかだんだん仲良くなっていったらいじってくる人とかもいいじゃないですか。別にいじるのは別にいいけど、うんうん、それが年を積み重ねるごとにいじりがヒートアップしていって、うん、なんか 1,2 年生の時はまあなんかちょっといじられてるなぐらいだったけど、3回生の時になんかもうこれなんかもういじめじゃないみたいな感じの、うん、まあ、あるあるだよね。そういじめといじりはちょっと紙一重じゃないけど、うんうん、私の話したこと全部否定するみたいな感じの、悪意を感じた、ちょっと愛がないなみたいな。そうですね、うん、考えてること全部をバカにしてるんやなっていう感じに感じて、で親しき中に礼儀長すぎじゃないみたいな感じで怒ったんですよ、うん、もう人生初めて怒ったんですよ、人に怒るみたいな。怒らなそう、めちゃめちゃ怒れるんだ。え、怒ったりしますと、友達とかバチバチに喧嘩みたいな。怒るにもいろいろあるよね。あ、もう私結構冷たくなっちゃう方だから、フェードアウトするとか、そっけなくなるみたいな感じですか、うん、それだけ深い関係値の人だったら言ってあげようと思う。そこまで仲良くなかったらもうただうん、ちょっと距離を置こうかなみたいな。それってどうなんっていうのを伝えてみたら、うん、向こうが逆ギレというか、いやもうええわみたいな感じでこうバチンってその日から連絡取らんくなってみたいな、うん、で1週間後に大学があった時に、うん、その大学行くまでの乗り換え駅その子に出くわしたんですよ、うんうん、で1週間経ったからさすがに怒ってないやろと思って、うん、こう後ろから追いかけていって、うん、こうよみたいな感じでこうやってしたら、こう向いてくれないままちょっと向いて、あ、こいつやって分かった瞬間っていう感じで、あ、こっち向いたんだ。はい、スルーしてきたんですよ。で、え、1週間経ってもなんか根に持ってんのみたいな感じで余計に気まずくなって、うん、で会わないままみたいな感じで卒業式迎えたんです。それで会ったんだよね、卒業式で。で会ってもうちょっと話したいなと思ったんですよ。普通に思うじゃないですか。確かに、なんか異性だろうが同性だろうが、うん、めっちゃ仲良かった友達と喧嘩して、うん、卒業式にもう一回会ったらそれでバサンってならなくないですか、もうジ・エンドみたいな。なんかめっちゃピーポーなって私が連絡したんですよ、卒業式終わった日、その日の夜に、うん、まあ、でもあの連絡先をツイッターの DM しか知らんくて、うん、なんでそこみたいな。なんでなんでなんで。え、 LINE とかインスタとか。なんかまずその喧嘩した時に私がインスタのフォロー解除したんです、その子ので、LINE はなんか、まあ、ツイッターについて書いたんですけど、携帯が多分スマホが潰れて、その時に LINE も全部なくなったから新しく作ったみたいな話をツイッターで言ったんで、まあ、だから最終的にツイッターの DM しか連絡先を知らんっていう。で、まあ、でもツイッターの DM だけその知ってるから、卒業式のその動画を撮り終わった後に、今日はありがとう、そのずっとモヤモヤしてたけど卒業式で話せてよかった、うん、社会人になってでもまたみんなでご飯とか行きたいっていう DM を送ったんですよ、うんうんうん、んでなんか返ってくるかなって思って、まあ何かしらのアクションが、はい、で待ってんのにもう3日4日返ってこなくて、ずっと返事が、え、何の反応もない。何もないんですよ。見てるかどうかも、見てるかどうかも向こうが既読とかのせいの非公開設定にしたら分からへんから、なんか何とも言えない、何とも言われへんくて、そもそもそのだから見ててブッチしてるのか、うん、そもそも気づいてないのか分からないんですけど、うん、でも「いいね」とかをしてる過去の履歴みたいのを見たら、はいはい、別にそんな Twitter を全然使わない人っぽくないんですよ。何日前とかの、はい、
1週間前に扱った形跡があったんですよ。見てますね。DM 見てますね。絶対見てますよね。絶対見てると思う、ね。YouTube も見てる、ちなみに。YouTube 見てないと思う。あ、見てないんだ。卒業式で、その、なんか、話してそういう感じ、思いました。見てなさそうな感じが。あー。ほんまにめちゃめちゃ勇気出して、勇気振り絞って、もう1時間ぐらい考えて、で、押すか押さへんか、ずっとこうやって、なって、送ったのに、もう帰ってけへんから、もう、あれみたいな。もう、空回りみたいな感じになってるし、もう、帰ってけえへんやったら帰ってけえへんで、やっぱきっぱり諦めなあかんのかなっていう、なんかその私がやっぱ恋愛経験ないこじらせてるみたいな感じで、もうなんか経験が長すぎてそれになんかこうしがみついてるだけなのか、変にこう過剰反応してるというか、やっぱ潔く諦めた方がいいのかな。いやでもその子のこと好きなのかな。今好きかどうかはちょっと置いといて置いといてなんか、ほんまは好きやったけど、なんか好きになったらあかんってずっと思ったんですよ、だからなんかもうできるだけ好きやけどもう隠してるというか抑えてるというか、好きじゃないって言えるんですけど、もう心の底はめっちゃ好きみたいな。毎日ずっとあの子のこと好きっていう感じじゃないんですけど、心の底は好きみたいな。なんか分かりません女子校出身の人ってなんか惚れやすいっていうじゃないですか、なんかいろいろすいいなって思うみたいな言うじゃないですか、なんかそんな感じで大学入って普通にいいなって思う男の子とかはいっぱいおって、なんか普通にいいな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 っていうのはよくあったんです、でももうそのいいなっていうところのもう一個行ってもう好きってなるのはその子しかいないんですよ。だから余計に悩んでるんですけど。あーそっか。で、あの勝手にこの人と結婚するぐらい思ってるんです私は。お勝手に付き合うっていうよりもう結婚したいって感じなんですよ。なんかなりません？そういう分かる、なんか恋愛的なキャハキャハなんか二人でなんかイチャイチャとかそういうのじゃなくて結婚したいっていう感じのなんか落ち着き度なんですよ。だからその変にこう引っ張り切ることができないというか、でもこれなんかもう重度のこじらせてるのかなと思うしえでもなんだろう、私もなんかね小学校の頃からずっと好きな人がいて、その人のこと陰ながらこう例えばネットでだけこうネトストじゃないけど、見てたんだけど、結局何もなかったから中高大と、相手に気持ちがないと結局何も始まらないっていうか、私もなんか結婚したいなぐらいに思ってたから、その小学校の時好きだった男の子、でも相手が何もないと本当に何も始まらないっていうか、もう妄想だけでやっぱ終わっちゃう、こっちで。難しいよね。でもなんか多分妄想に妄想がこう進んじゃって彼への評価もすごい高まっちゃってると思う。だからなんかどんだけ嫌なことされてもいや好きなんですよ。だから卒業式の時も今まで1年間いろいろ考えるじゃないですか、嫌なこといろいろされたなとかも思ったんですけど、卒業式改めて終わったらゾン、あ、好きってなったんですよすごい。でもそっか、 DM で、 でも DM 送っても返事なかったら連絡のしようがないもんね、そもそも。ですよね。でもほんまに私にも興味がないんですかね、人としてもあの話したいっても思わないんですかね。いや、わざとなんじゃない、やっぱ遠ざけてるのは。やっぱ気持ちが分かるからこそ、私が好きって知ってるからみたいな。だから今好きじゃない体でいたいんですよ。その友達としてもう一回仲良くなりたいな、みたいな。だからなんか今好きなのって言われたらちょっといや好きじゃないっていう感じで思いたいんですけど、その卒業式の時に写真も撮ってくれたし、全然別に気まずくないでみたいな感じで言ってくれたのに、ほんまは実際気まずくて写真も撮りたくなくて全然関わりたくないみたいな。でツイッターできたから、あ、きっしょしたかなとか思ったり。最高ね怖い。もうこれどういうどこに着地点持っていったらいいみたいな話になってますけど私がただ妄想で出来上がってる世界を語ってるだけみたいな違う恋、そこを超えられる人が現れるかなっていう気持ちもあるよね、もうそのビビビめっちゃ好きってなるような人現れるんかなみたいな。まあ、35億いますから小学校の時から好きだった人諦めなさいたんですか。そう、なんかちょっと神格化しすぎてちゃったなってことを大学入ってぐらいの時に気づいたって。気づいて、小中高一緒やったんですか。いや、小学校だけ。小学校だけ、いやでも本当結婚したいなとかぐらいに思ってたし、中高別に全然会ったりとかもしてない、
のに、うん、もうやっぱ私はこの人と結婚するからいいんだみたいな、彼氏いなくてもいいんだみたいないずれはあのそうそうそう運命が導いてくれるみたいな、フィアンセいるからみたいな、相手何にも知らないからその状況を大学入った時に会ったのよ一回なんかの飲み会みたいなんで、相手本当に私のことなんかもう覚えてるか覚えてないかもう分かんないレベルぐらいのもうヒョヒョイって感じだったから、うん、えーみたいな、私の妄想は何だったのぐらい、なんか全然私のこと気にしてもなかったから、ああそんなもんなんだっていうか諦めついたそこで、あ自分の妄想だけで成り立ってたんだっていうか、そういう感じで逆に本じゃん私もしてほしいです、なんかもう、うん、お前のことほんまに興味ないから、うん、マジで近寄るな、あの話しかけてくるな、もうどっか行けって感じで言ってくれたら、うん、ああってなるんですけど、やのに彼は無視してる無視してないか分からないけど連絡が返ってこやんから、うん、もうでもなんかほんじゃ周りの友達使ってこう呼んでもらったらいいやんとかって思われそうやけど、その周りの友達もちょっとこう癖があるというか、そう連絡取ってくれへんってすごい言いにくい友達なんですよ、うん、なんかまたそこで茶化してきそうというか、こんなん言ってんでこいつみたいな感じで言ってきそうというか、私も多分変なプライドがあるんですよ、その友達を使ってまでそういうのしたくないみたいな、うんうんうん、気持ちを確かめるじゃないけど、はい、もう結局何も進展にならないみたいな、うん、いやもうこれあのもうそういう現状報告です、もうどうしたらいいとかじゃなくてそういう現状報告、現状報告結論、いい人他に現れますようにビリビリビリってくるような人で OK です、こんな感じで大丈夫、でも何の動画ってなりますよこれえでも意外と共感してもらえるんじゃないかな、こういうの私みたいに言いますかね、その自分だけでもう期待して妄想膨れ上がって、うん、もう神格化されてでも相手は全く何も、めっちゃ辛くないですかそれやばいですね、今考えたら相手に何も伝わってないし相手にも何もっていう木野間さんの言葉に、うん、あのすごいハッとしました、目覚めたというか目覚めたちょっと、自分だけで勝手に一人で暴走してるみたいな、うん、それですね、なんかもう向こうは多分私のことをもう私が好き多分知ってるんですよ、友達が他の友達が言っちゃったんで、微妙に知ってると思うんですよ、うん、本人は、でもなんかもうそれやったらそれでなんか好きなんやっていう感じで気まずくなるんじゃなくて、うん、それを笑いに変えたいというか、うんうん、なんかまあ好きやったりしたけど、まあ、普通に仲良くしようぜみたいな感じになりたいんですよ、うん、それでも難しいんですかね、うん、一回なんか好きとかそういう恋心が生まれたらなんか友達として前みたいに遊ぶみたいな感じにできないですかね、うーん、多分相手結構警戒心を持っちゃってると思うんだよね、うん、下手に近寄ってまた好きになったら困るみたいな、そう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 、なるほどね、じゃあ私がもう彼氏を他に作って遊びに行かないと、 そしたら安心感生まれて、なるほどなるほどなるほど、もう大丈夫だってなるかもしれない、なるほどなるほど、フェイクの彼氏かなんかとりあえず作っといて結婚適齢期ぐらいになってから別れ最近別れたんだよねとか言って狙いに行くっていうとか、これ動画で言うとやばいですよねいいんじゃない、わかんないけど、なんか妄想で出来上がって、結構そんぐらいに思ってて私その小学校の思ってました、うん、今会えないけど他に彼氏とか作っといて30ぐらいになったらまた会えばいいかぐらい、なんか謎思いますよね、うん、それめっちゃわかります、やばいよね、やばいんですね、うん、結構やばい思考だと思う、うん、向こう何にも知らないのにそういう計画を勝手に立てて、ね、勝手にちょっとそれ立ててました、本当にちょっと立ててた、20代の子供の名前とか考えてたそれやばい女の子だったら何々で、男の子だったら、あ、名字これだからちょっとな相性がとか言って、でも私フィアンセいるんでみたいなことを言いふらしてて、え、やばお前みたいな。でもあんまやばいと思ってなかったんだよね、その時は。安心感。他に彼氏を作るっていうのがね。そうだね。急がず。ね、うん。解決解決。まだマッチングアプリ頑張ります。